山宮ルリ子は新潟県出身の日本のハープ奏者。新潟市出身。4歳の時からアイリッシュハープ、8歳になって初めてグランドハープに取り組む。これまでに山田二葉、山崎祐介、グザビエ・ドゥ・メストレの各市に支持。中学校1年生の時にい森のりちか式、東京交響楽団と共演。同楽団とは2007年に 大友直人なおの式で再度共演している。2004年、第16回日本ハープコンクールアドバンス部門第3位。新潟清志新女子高等学校卒業後、届く。ハンブルク音楽演劇大学を主席で卒業後、同大学院にて、ドイツ国家演奏家資格を最優秀の成績にて、取得。在学中の2009年、第58回ミュンヘン国際音楽コンクールの、 ハープ部門の本選で、日本人として、初となるに並びに2つの特別賞を受賞。2011年第7回、リリー・ラスキーヌ国際ハープコンクールで優勝を飾り、こちらも日本人初の快挙となった。2012年より、ケルン・ユルツェニヒ管弦楽団の主席、ハーピストを務める。2013年3月、新潟日報、メディアシップ開業記念。 NHK 公共楽団公演に行てソリストを務める。同年夏、新潟尻、ユートピアにて、プロデビューリサイタル。国内では、東京文化会館、トッパンホール、清イホール、東京オペラシティをはじめ都内の主要なホールに、相次いで出演。東京、春、音楽祭、アフィニス夏の音楽祭、ラフォルジュルネオジャポン、サントリーサマーフェスティバルなど、各地の音楽祭に客演。 突ンホールでの演奏は、い、e、い音響より、ハイレゾ配信された。NHK、FM、リサイタルの場、ベストオブクラシック、NHKBS プレミアム、クラシッククラブに出演。2016年、日本アコースティックレコーズより、デビュー CD、スパイラルを発表。レコード芸術史上で、特選版に選出される。 チェロとハープのデュオコンサート掲載プロフィールハットイザ2009年9月11日。ありがとうございます。